はい、ナファンです。ノーマンズランドの続きを遊んできます。よろしくお願いいたします。今回はですね、6年の10月からスタートになります。で、今回もですね、いつもすいません、草刈りがほぼほぼメインになってしまってあれなんですけれども、今回はまたサイレージの作ろうかなと思うんですけれども、この構成ですね、ファーミングシミュレーター19でよく使っていた構成なんですけれども、このオーガーマスターっていうオーガーワゴンを使って今回は草を収穫していこうと思います。で、これまでそのモッドなしで、ずっとやっていたので、この飼料ワゴンじゃないな。この飼料コンバインを使って草刈りやるってやった時に、この後ろに、オーガーワゴンをつけて、オーベロンとか使っていたのこれですね。これを使って満タンになったら、自分で乗って、秋のトレーラーの方に移していくみたいな流れだったんですけれども、このオーガマスターか。だと、ファミシュー19だと走ってる途中でも、トレーラーに移すことができていたんですよね。なので、この、オーガーマスターでも、ファーミングシミュレーター22のオーガーマスターでもうまくいくかっていうところをちょっと今日は検証したいなと思っております。はい。で、こういったものですね。多分何でも入るんでしょうね。うん。天才の切り出しとかも入る形になってるんで、多分何でも入るんでしょう。じゃがいもも入るな。で、今は、これリースしてるんですけど、この設定は、このトレーラーロー、プラス、このフィルレベルライトは EA にしてます。で、この取り付け具の種類のところは、あとトレーラーハイと、あとセミドリーっていうのがあって、セミドリーになると6万リッター。で、トレーラーローと、トレーラーハイだと4万3000リッター入るオーガワゴンになってます。常に、近くにいるので、4万3000リッターでいいかなと。いうところ。あとこのセミドリーになると、またドリーリースして、あとバックとかが難しいので、もうこの、完全にくっついてるやつ、これだとバックしやすいんですけど、トレーラーハイの方がいいかもしれないですね。飼料コンバインだと、これがもう限界なんですよね。これ以上右に曲がれないので、トレーラーハイの方がいいかもしれないです。あともう一個の、フィル、レベルライト。これを、ハイにしてると、ここですね。パイプの先に、ライトがついていて、確か 80% ぐらいトレーラーに入ると、ランプが、の色が変わるんですよね。で、デフォルトが緑で、80% 超えると赤だったのかな。これファミシミュレーター19の時の仕様だったんですけど、で、これ、ハイにした状態で、使うと、すごい眩しいんですよね。ここの今の、てっぺんのところ、
そこ登れるかな。ここのてっぺんのところがそのライトつくところなんですけども、ほんとこの今何もついてない、ここですね、これですねこれです。ここにライトがついてて、まあ、こうやってるともうほぼほぼ画面のど真ん中で永遠にあの緑のランプとか赤のランプが光ってるんで、いや眩しいなと思ってけれどもまあ常にあのヘルパーさんを使ってちょっと遠くの方で何か別作業していて、そのランプが赤くなったら取りに行こうみたいな、そういう使い方はいいんですけど、まあ、ある程度自分で操作してると眩しいので、今回はそのライトは取り付けてないというところですね。では早速収穫していくんですけれども、まあ、ここは、まあ、いつも通りなんで、まあ、どうでもいいですよね。でも、ヘルパーさんに任せて、これですよ。この状態で、パイプを、もう、出してる状態で、この空きのあるトレーラーを並走すると、入ってくれないと困るんですよ。入ってほしい。やっぱりこれがいいんですよね。今はこの4万3000リッターですけれども、まあ6万にちゃんとやって、で、こう、あれですね。まあ、オーガワゴンの方が満タンになる前に、ちゃんと受け取って、受け取ったものは、まあ、その、バンカーサイドの方に入れていくっていう。まあ、それが、多分一番早いと思うんですよね。まあ、これまだ満タンになってないんですけど、これで、まあ、こう投入していくと。こんな感じですね。やはりこの構成だとできるのか。なんかヘルパーさんが変な走り方してるな。これ永遠に回転、あ。おい。それは、ああ、この、ええー、マジか。トレーラーローだと、あ、ダメっすね、これ。これダメだ。トレーラーローはダメですね。お金ないけど、はい、借りちゃいますか。この長さだと、いけるでしょう。これはもう使えないってことですね。この、こうなっちゃうんで。全然、180度曲がれないので、もう返却するか。ちょっともったいないですけど。次は、トレーラーハイをあります。いやー、ほんと金がないときに。いやー、トラブルはつきものですからね。で、この、じゃあ、もう、このフィルレベルライト、もうハイにした状態でちょっと、リースしてみます。ファミングシミュレーター19だと眩しすぎて、途中で変えたんですけど。じゃあ22だと、まあ、もしかしたら改善されたかもしれないですからね。ちょっ
と眩しさは改善されてますとか、あるかもしれないんで、はい。とりあえず取りに行きます。よし、どうでしょうね。ああ。この角度は、あれだな。これまで使った、このオーガワゴンと同じぐらいの角度まで曲がれるから大丈夫かもしれないですね。この構成がうまくいった場合、なるべくこの構成も使いたいなと思うんですよね。そうして、今メインで使ってる草刈り、構成とこの構成でダブルでやって、その収穫スピードを上げるっていうことをやりたいなと思うんですよね。あ、けどちょっとしんどいけど、どうだ、眩しい。やっぱ眩しい。ゼロだとだ、ライトがつかないんだ。これ眩しいですよね、これ。眩しいですよ、これ。ほんと。あれ？収穫ができなくなったのは？なんでだ？あれ？眩しい眩しいって文句言ったから入らなくなった、もしかして。あ、大丈夫ですか？あれ？大丈夫じゃないっすね。なんでだ？ちょっと今考えてるんですけど、原因を。2000リッターしか入ってないのに、入れない。あれ？ 0 リッター？ あ？なんだなんだ？治ったかな？またちょっと2000リッターちょいまでは回しましょう。なんかさっき止まりましたもんね。あら。え？なんで？なんで？トレーラーハイにして、ここを、フィルレベルハイ、あ、フィルレベルライトを、変えただけなんですけどね。カバーを、パイプをしまったら入る？そうでもなさそうっすね。これは何かしらなバグが潜んでるかもしれないっすね、これ。ローの方はうまくいくけど、ターンできない。で、ハイの方はターンできそうなんですけど、なぜか2000リッターで止まってしまう。ちょっとこれ、
ヘルパーさんがやるとどうなるかな。まあこうやって、まあここくらいの倒産だったらわからないのか、あまり。まあ、緑なのか赤なのかわからないですね。まあ、あのライトはいらないっていうとこですね。でヘルパーさん使うとなぜか5000リッターまで入った。でこっから曲がれるかどうかですけど、あれれ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 れ、やはり曲がれないかこれ。ちょっときつそうですね。ああ、やはりダメか。ダメですね。お金がないときにいろいろ問題が起きるのはちょっと困るんですけど、あとはドリーをつけないといけないんですよね。で、ドリーこれはちょっと無理っすね。これは無理だな。ちょっと探しますね、ドリーを。はい、戻ってきました。まあ、そのドリーのモッドってまだあまりないんですね。だ3種類と、あとは、TLX、かなり前に使ったものの、あ、これはドリーっていう扱いではないのか。トレーラーフレーム。なるほど。じゃあ、ドリーは、あ、この3つか。これか。このリザードの。あ、まだ伸びるんだ。うん。じゃあ、とりあえずですね、また。オーガワゴン。これで最後ですね。セミドリーですね。セミドリーで、ライトは家にすると。見事に4万ユーロを切っちゃいましたね。で、まあ、これから使ってみましょうか。まあ、やはりそうなっちゃいますよね。まあ、飼料コンバインに、まあ、まあ、なるべく後ろつけちゃいけないっていうことなんでしょうけど、足取りだと、まあ、つけないと、まあ、大変ですからね。これはリザードだから。お。
これはいけるかもしれないですね。ちょっと広いところで曲がってみましょう。ここで U ターンをしてみる。これはいけますね。やはりあれですね、同じメーカーだと相性がいいのかも。まあ色合いも同じですからね。よし、これでまたあれですね、あの2000リッターで止まる事件がなければ、今後はこの構成でいきたいですね。まあ、ただし、この、やはりそのヘルパーさんは、この牧草地、てかまあ牧草地は枯れないですよね。この飼料コンバインだと。こうしてもダメですからね。なので、やはりその草地にしないといけないっていうところがあるので、まあ、とりあえず今回、もうちょっと、てみて、まあ、問題なさそうであれば、先ほどの44番の土地のところとかも一度畑にして草地にしましょうかね。なんかそちらの方が収穫スピードとかもかなり速くなると思うんで、はい。これで頼みますよ。まあ、パイプはもう設置した状態で、ここら辺からだな。2000リッターで止まらないよ。まあ、止まらない。さっきのは何だったんでしょうね。原因不明で止まるっていうところがありましたけど。じゃあ、あとは、まあ、このまままっすぐ、まっすぐは問題ないんですよ。あとはこの一番奥のまで収穫してから、まあ折り返しですよね。そこがうまくいくかどうか。ここでうまくいけばもう完成ですからね。なるほど、この構成か。今のところこれが、有力ですね。じゃあ、あとはここからはヘルパーさんに任せましょう。さて、どうなるかですね。こっからが見ものというか。さて、ちゃんと曲がってくださいよ。で、一回右に曲がって、あ、結構小回りだな、今回。おお。これ完璧じゃないですか。おお、素晴らしい。もうお金できたら買います。で、今のところ、オーベーロンで使ったのはこれですよね。で、あと、この飼料コンバインカッターの中で、まあ、先ほどのこれ、使っていて、まあ、次の段階のこれを今、この構成、今リースしてるんですけど、まあ他になんかモッタレとか、まあこのクローネですかね、高いな。これだけで58万かかりますからね。あららららららら。でもまあ一旦まあ少しでも安いこのニューホーランドのこの構成、まあ、ちょっとそう、カッ
ターと、そうだ、折り返しなんで ちゃんと見ときましょう。ちゃんとここ監視しとかないと。結局次回のタイミングでやっぱり無理でしたみたいな話になると辛いんで。ああ、ちゃんと行きますね。飼料コンバインをヘルパーさんに任せるとなぜかこういう借り残しあるんですよね。まあまあ仕方ないか。端っこのところだけはまた自分で取りなさいよというところで。うん、この構成でもこのニューフォーランドの、まあ、この黄色、このカラーでカッターが、うん、黄色のカッターがあればよかったんですけどね。まあ、けど、そうか。色合い似てますね。飼料コンバインが黄色とカッターが赤。こっちはトラクターが黄色で、トレーラーが赤。あ、まあ、なんか仲良しでいいな。いやー、この構成買いますかね。まあ、先にこの、オーガワゴンだけでもお金できたら、買いましょう。うん。これやるだけであれですからね。まあ、こう、収穫やって、もらってる時にこのバンカーサイロに詰め込む、またはもう草刈りもまあ多少やっておくとかっていうこともできますからね。これでこの本当この飼料コンバインのヘルパーさんを止めずに作業していただくっていうことができますからね。うん。いやー、これほんと便利なんですよね。まあ、まあ、コーンサイレージにしてマグサ収穫の時でも全然問題なく非常に活躍してくれると思いますんで、はい、まあ、こういう収穫のところでちょっと手間だなって思われてる方はこの構成はいかがでしょうかというところですね。はい、ではこの後このまま草を、まあ、その再利作りして、あとまあ可能な限りあの奥のちょっと時間があるかないかちょっと難しいんですけど、この44の土地のところもある程度草地にできればちょっとしたいなと思います。じゃあ時間が間に合わなければ次の動画にっていう形になるかもしれないんですけど、はい、あとあれか、お金との相談ですね。まあ、38,000円、まあ発出期とかはまあ大丈夫でしょう。うん、というところで今回はこの草の収集をいかに楽してやっていくかというところを検証してみました。はい、では今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。